音ブロックを使って音楽を作りましょう。最初にブロックを置いてボタンをつけ、リピーター、レッドストーンの順番で並べます。左にレッドストーンを10個置きます。レッドストーンの端から上に向かって3回クリックしたリピーターとブロックを交互に置きます。設計図は一度にブロック4個分を表示するので、目印として看板を立てていくか、ブロックの種類を変えながら4個ずつ置きましょう。このビデオの音楽の音ブロック回路が3つだった場合は、右にもレッドストーンを10個置き、右端から上に向かって3回クリックしたリピーターとブロックを交互に置きます。音ブロック回路が2つの場合はこの項目を飛ばしてください。ブロックの右にレッドストーンを置き、クリックなしのリピーターを3個置きます。設計図を見ながらリピーターの間の地面を変え、上に音ブロックを置きクリックします。ブロックから音ブロックまでの空間は別のブロックで埋めます。音ブロックは地面の種類により楽器が変化し、クリックすることで音が高くなります。設計図では数字の色の組み合わせで地面の種類を表現します。数字の大きさは音の高さになります。音ブロックを置いた後に数字の量だけクリックしましょう。楽器の数は機種やバージョンによって違います。音ブロックの見た目がこの場合、楽器は5種類です。音ブロックの見た目がこの場合、楽器は16種類あります。数字の色の組み合わせと地面の種類を見ていきましょう。5種類の楽器の説明です。明るい音ブロックに白色の数字の組み合わせの場合、音ブロックの下に石ブロックを置きます。黄色は砂ブロック、水色はガラスブロック、オレンジは木のブロック、緑は草ブロックを置きます。16種類の楽器の説明です。5種類の楽器の説明に加えて、暗い音ブロックに白色の数字の組み合わせで骨ブロック、黄色は金ブロック、水色は氷塊ブロック、オレンジはウールブロック、緑は粘土ブロック。丸い形の音ブロックに白色の数字の組み合わせは鉄のブロック、黄色は干し草のブロック、水色はソウルサンド、オレンジはカボチャブロック、緑はエメラルドブロック、ピンクはグロウストーンです。ステップ1で作ったボタンを押すと音楽が始まります。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。16種類の楽器の設計図です。5種類の楽器の設定図です。いろんなゲームの音ブロックを使った演奏の作り方解説動画を毎日投稿しています。よかったらこちらからチャンネル登録をお願いします。リクエストをしたい人は曲名とマイクラフォートナイトマリオメーカーのどのゲームで作ってほしいかを書いてコメントしてください。本日の担当は時熱杏でした。
またね。